これからもよろしくね。カモン。さーて、問題を出すよ。モピアピニットを探せ。この中で、私たち3人の中の1人のモピアデンスに変身してあげよう。さーて、見つけられるかな。テニスの得点はラブ0、1本取って15、そして1本取って30、そして1本取って40、さらに1本取ると1ゲームゲット。いつものポピュラーテニスの試合は2ゲーム1セットマッチ。このゲームを2回取れば勝利だよ。覚えたかな。あと1ゲーム取った後にチェンジコートがあるわよ。ユーザー同点、そこで2点取れば勝利よ。そこで取った1点目がアドバンテージというの。試合のどこかによくあるから、よーく見つけてね。それじゃあ、ポピュラーテニス、オンテス、オンエア。ねえ、聞いた？ゆりか。なに？みやりちゃん。カン君のお友達の広瀬君のお母さんが病気で入院してね。それで一人暮らしが難しいためにショートステイで過ごしてたんだけど。まあ、そんなことがあった。それでお母さん、今日退院したんだ。そうなんだ、よかったわね。ん？あ、カン君。エイジさん。あ、君たち。いや、お久しぶりじゃないか。こんなところで会えるなんて。私も嬉しいです。私も。最近B 校内の3年教室のほとんどが机の位置を派手に交換したことがあったんだ。隣の教室でも机の位置を変えたって聞いたんだが。立派で素敵な話、楽しそうだな。だろ。君たちも余裕があったら少し変えてみてもいいんじゃないかな。はい、先生の OK が出たら変えてみます。じゃあまた。また休み時間だね。頑張ってくださいね。教室に入ろう、ゆりかとみおり。テニス部のゆず、教室に温泉ができちゃった。ミスティとフォルト、一緒に外へ出て行ったきり、何やってやがるんだ。ミスティ、今回はあそこにポピュラーテニスたちがいるって聞いたけど。ええ、それで何なの、フォルトン。ミスティから先に言いなさいよ。わかった。じゃあ私が先に言うわ。まずはあの3人の前を通せもする作戦だろう。ええ、取ったわ、そのアイデア。ついてきなさい、フォルトン。ええ。私、年末は気分が落ち込んじゃって、ずっと頑張ってきた部活動や地区予選のことまで忘れちゃうところだったわ。そうですか。そういうことってどうでもありますよね。で、今日の気分は？もうすっかりいい気分よ。その調子じゃん。ずっと元気でいてくださいね。はい。うんうん、いい時も年末は気分が落ち込むのよね。うんうん、そんなもんだ。くも気分が落ち込む時には美味しいものを食べて元気を出して。そうさ、落ち込んだ分だけ幸せが待ってるってもんだよ。いいですか皆さん、今日の特訓練習は地球予選の強敵と戦う時のために素早いボールを打ち返してもらいます。じゃあまずは2年生からね。いいね、決まりしびれ。こんなの打ち返せないじゃない。そうですよ。よし、
気合を込めて打つんだよ。ボールの位置をしっかりと見て頑張ろう。わかった。
幸せに愛さんと思ったのに邪魔すんなんて。なんか天井に光の水面が反射してる。ザ・ベストオブワンセットマッチセミフィッシュダブプレイ。炎の渦だ、ダイエー。危ない。はっ、あとフィフティーンダブ。体が炎だからデッドボールが効かないの。でも後ろの番人は炎でボールが見えないから、今回はあんなに打ち返してくるのかも。でも相手が放ってくる炎には気をつけて。そうすれば試合は余裕だから。キュース。あー、あ、曲がったかも。ヒーロー弱点は見つかったかも。ジェリーの力ならあの炎を削るしよう。え、よし、やってみる。サウナ温度100度。レッド40-15 ゲームポイント60。あっ、もうあんたが下がっちゃったわ。よし、次こそレイヤー60ジェニーハイレーブ。炎でも超えない理由でポイントが取れる。ベンチコート、ブン。ダメ。炎の渦だ。サウナ温度100度。元の世界に戻れ、で、サージ。よし、もう一度サージし直しな、ミオリ。もちろん。シャワー室の温泉、で、サージ。わー、できた。これ、どうやって？トレードブックの力なんだ。すごいだろ。空間は広くなっても学校の建物そのものは今のままなんだかも。すっごい。魔法みたいだね。入ろう、みんな。カモン、入ろう。わー、気持ちいい。最高じゃん。あったかいね。今日は授業なんだしな。クモリンはの
カブトウイルスも加わって広まってるらしいわ。へぇ、そこであなたたちに予防のためにはマスクをしてもらいます。それと人混みの中はあまり行かないようにして、そして帰ってきた後には手洗い、それは必ず、はい、必ず。私からも言うけど、みんなでサミットアウト受けようね。